世耕参議院幹事長、はい、脱炭素への、原発の新設も検討をと、はい、NHK が報じていまして、うん、経済産業大臣を務めていた自民党の世耕参議院幹事長は記者会見で、はい、非常に野心的な目標で達成には困難もたくさんあると思う、うん、水素の、利活用など技術を確立することが必要だ、はい、と、指摘しました、うん、その上で現実問題として二酸化炭素を出さずに大量のエネルギー供給ができる電源は原子力だ、安全に最大限配慮して原子力発電所の再稼働を進めるとともに新しい技術を取り入れた原発の新設も検討を進めていくことが重要ではないか、はい、と述べたと、うんいうことなんですね、はい、これはまあ確かに脱炭素やるなら原発を使わなきゃどうにもならないんじゃないかなっていう、まあ、中国がそれを発表して、うん、中国もなんか2060年かなんかにゼロを目指すとかなんか発表したんですよね、はい、それで中国はもう原発めちゃくちゃ作るから、はい、もう予定になってるし、うん、共産党一党独裁だから環境問題出ないじゃない。いや出てるけど言わせない。そうそう言わせない。出てもなかったことになる。報道しないし鎮圧できるじゃない。そうですね。だからどれだけ垂れ流しても大丈夫っていう状況ですからね、うん、彼らの方は。そうですね。だからなんぼでもできちゃうっていうね。いややっぱ日本ってのは、うん、まあ、2011年の原発事故の影響があまりにも大きいので、はい、うん、はい、そうですね、まあ、それでもう原発はやめましょうという勢力も非常に大きいですし、うん、はい、強いですからね、はい、うん、まあ、なかなか新設ってなると難しいかもしれないんですが、はい、ただ長期的にその脱炭素っていうなら、はい、それも検討しないと難しいんじゃないかなと、うん、そうですね。この炭素ってこれが温暖化につながってるかどうかは、うん、学者も分かれてるって状態でしょう、うん、そのままでパリ協定とかね、はい、全部進んでいいのかっていうのは、うん、だからアメリカの共和党系の人たちは、うん、温暖化とそれは関係ないからっていう立場じゃない、うん、超大国アメリカが分かれてるわけじゃない。いや結局あれ、うん、背後にいる団体の影響もありますからね。エネルギー業界からしたら それは、まあ、脱炭素をやめてくれよって、そうそうそう、脱炭素にされると困るって人たちがいるから、うん、困るって人たちもいるし、うん、逆側もね全然関係ないのに言ってんのじゃないのって攻撃してたり、うん、その逆側はまあそっちの利権もあるから、はい、新しいね太陽光とか、うん、そういったものなんかもあるんで、いやこれだから両方利権なんですよ。そうそうそう、その脱炭素に行くにしても行かないにしても両方利権が絡んでるから、はい、なかなか進みにくいだろうなと。両方御用学者用意して、うん、戦ってるから、これどういうふうに確認できるんだろうね。いやもう一般人にはもう分からない領域になってますからね、うん、ある人はいやそれ脱炭素、はい、絶対必要なんだと、うん、地球のためにと、うん、でなんかその綺麗じゃないですか、 なんか言ってることが、うん、だからこっちに流れやすいんだけども、うん、一方でそうじゃないっていう人もいるから、うん、でなんかそれはそれでまたデータを出してきたりとか、そうこういう根拠があるんだっていうのを述べるから、はい、もうどっちが正しいのかってなかなか判断しにくいですよね。でその会議をやってほしいよね先に、うんうん、それ前提でパリ協定とかやってるけど、うん、そうじゃなくてそもそもこれ関係あるのかないのかを学者、まあ、一番世界で優秀なやつ100人とか集めて、うん、もうみんなが見てるとこで議論させてそれで決めるっていうしないと、うん、全く無駄なことやってるかもしれないじゃない。そうですね。もしかして温暖化と全く関係ないって可能性は全然あるわけ、うん、ただただ非効率なことをずっとやっている可能性もあるので、そうそれがちょっと分かんないですよね。そうだからこれはコロナもそうだよね、うん、コロナも考え方によって全然ちょっとこのリスクをどう考えるかによって全然違うし、学者もちょっと分かれてたじゃない。そうですね。今年の夏ぐらい、だから集団免疫ができてますっていう人もいるし、そう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 、なんかこうまだまだ危険だっていう人もいるし、弱毒化したっていう人もいるし、うん、いやウイルスって弱毒化そんなしてないよと、うん、そんな根拠ないよっていう人もいるし、だから全然分かんないんですよね、うん、学者も分かれてる以上分からないっていう中で、そうなると、うん、やっぱりその一般大衆としては、うん、その最悪のことを考えざるを得ないんですよね。そう、まあそうですね、うん、それも哲学で、うん、最悪を考えてやる人と、いやいやまあ大丈夫でしょうみたいな感じで思ってけ経済大事だからねって思ってやる人もいるから、 そうですね、そこら辺がねちょっと
考え方の違いなんですよ、うん、これはもう統一はできないの で、ね、もうどっかで折り合いをつけるしかないなと、はいはい、そう思うんですけども、はい、やっぱこの原発に関しても、うん、それはやっぱ危険ですよ原発っていうのは、はい、暴走したら、はいはい、であの核のゴミの問題もありますし、うんはい、最終的にじゃあどう処分するのかというのも、うんまあ、結局これはもう次世代に行かざるを得ない面もあるんですけども、はいそうですねまあ、それにしたって、うん、やっぱこう安定的な、うんパワーを出せるのは、はい、やっぱ原発の間違いないところですし、はいはいだからなんかあの昨日ツイッターに書いたんですけど、うん、これ野球でいうとですね、うん、3割30本30盗塁を安定的に打てるのが原発だと思うんですよね。そうですね。ただ、うんはい、急に暴れたりするので、そうそうそう暴れるとチーム崩壊っていう、はい、チーム崩壊でもう何年も、はいペナントレースに参加できないみたいなこともあり得るの で、ねはい、薬も手を出すみたいな薬を全てに手を出してチームがガタガタになるくらいの、ね、ことをやってしまうっていうのはあるかもしれないということですね。そうですね、はい、ただなんかあの最近あの野球の例え分かんないっていう野球見ない人が増えてきてそうですね僕が子供の頃はまだ、はい、あのナイターやってたんですけど最近やらないですからねあそっかそっか俺なんか野球で例える癖がつきすぎちゃってて野球そう僕もあの野球で例えられると、うん、すぐにこうあすっとこう入ってくるんですけどあはい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 なそうそうそう今は、うん、だいぶ分散してますから、うん、好きなスポーツというかなそう、ね、分かりにくいかもしれないですねそうちょっとそうね、ちょっと気をつけないとね、うん、あの昭和のおっさんは野球で例えて男塾で例えないとっていう人もいるけど男塾の方がもっと入ってこないですよねそうもっと分かんないからね男塾ですっと入ってくる人はやばいよ少数はもういいってことだねそうそうそうそれやばいからね本当ですねそう、はいまあ、というね、はい原発もこれ検討は必要なんじゃないかなと、はいはい、思いますねこれはまあ、分かんないけどちゃんとこう議論して国民が分かるようにね、うん、ある程度やってほしいなとは思いますけどね、はいはい、ガンダムで例えてってガンダムの方が分かんないですねあ僕はガンダムはまあまあ分かりますけどガンダムはあれシリーズいっぱいあるので後ろの方見てないです前の方もう最初だけですは、うん、もうあとはそんなに追いかけても意味ないなって、うん24で例えてそのなんかマニアックなものになると例えるのが根本的に難しくなるんですよそう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 、はい、本当にね鬼滅で例えてとか鬼滅、はいはいじゃあ次行きましょうか、はい社民解党合流断念を伝達、はい、吉田幹事長福山立民幹事長に産経新聞が伝えていましたどうでもええやみたいなあの人数が少ないからねそうですね今4人しかいないんですね、はい、議員が、はい社民党の吉田忠智幹事長は27日、うん、立憲民主党の福山哲郎幹事長と国会内で会談し回答による立民との合流は党内の反発で断念したと伝えた国会議員や地方組織が個別に党を離れて合流を希望した場合の受け入れを要請したと見られると、うんはい、これはの福島みずほさんが、うんまあ、反対してるという、はいそうですねまあ、話出てますけれども、はい、だから福島さんだけ残って、はい、他の3人が立民行く可能性はまだあるわけですよ。そうですね、で結局なんか安住さんが、うんその統一会派名の時に立民と国民と社保、はい無所属フォーラムで長かったと、うん、それでその後に間もなくもう一つが消えればって、うん、その社民党ね社民党が、はい、消えればって結局無所属の会になって本格的に、うん、立憲に、ね、立民に集まるということを言って、うん、それが俺たちの時代が来るっていうそうそうそう謝罪させられたっていう、うん、だからまあこのちびっこ番長らしいスケールの小さい話なんでそこで消えればとかなんか絶対ベルト取れないヒールレスラーの発言ですよね。そうもう口はなんか達者なんだけどもすぐ謝らされる器の小さいねなんか俺の時代だって言いながらそういう弱いやつには喧嘩売るみたいな感じだよね本当にそう例えばこの社民党なんていうのが、はい、もう今後浮上する目なんてないと思うんですよ、うん、ないね基本的には、うん、ないないない、うん、だから合流っていう話もあったんでしょうしただ福島みずほはトップで美味しい目に会いたいという、うんうん、いやただ美味しい目に、まあ、自分で終わらすっていうまあそうだね一人だからねそうですねもうこれで一人政党になってしまう、はいまあ、もちろんその3人が抜けるとは現時点では分かりませんけども、はいはいはい、まだしばらくは政党要件満たしているので一、うんね、人でも活動ができるんじゃないかなと思いますし、うんはい、まあでも何もやることないですからねまあもはや今や
ここ5年間はツイッターでしか存在感を出してないですよね。ツイッターで、ほんマジでテレビも出ないじゃない。はい。ツイッターでしか存在感、それも加瀬くんが取り上げるからこそ話題になってるけど、加瀬くんが掘り起こさなかったらもう終わってる人ですよ本当に。安住が言う通りですよ。ツイッターだけの人っていう。はい、はい、そうなってますからね。